こんにちは、お肉です。今回は NiziU の新しい TikTok が出たので、ちょっと見ていこうと思います。ということで、まずですね、Take a Picture の MV、再生回数8000万回、おめでとうございます。いや、8000万回ってもうめちゃめちゃすごいことですよ。なかなか、普通に人気のね、アーティストさんでも8000万回行くことって、本当になかなかないことだと思うので、そう思ったら、いや、本当に NiziU って、その、ファンの方ももちろん多いんですけど、いろんな方に愛されて、いろんな方にやっぱり聞きたいなって思わせる力があるんだなと思ってね、もう8000万回おめでたいですし、このミーグリの前に8000万回迎えることができたので、ちょっと明日おめでとうとかも言いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、ちょっと明日めっちゃ緊張して、ちょっと今ね、ちょっとあんまうまく笑えるかわかんないですけど、とりあえずね、TikTok がね、出たということで、早速ですが見ていこうと思います。もう紅白歌合戦の時のね衣装なんですよ。もうめちゃめちゃ可愛いじゃん。ということで早速見ていこうと思います。お、テイカピクチャー、可愛いんだけど。2022年も一瞬一瞬を大切に笑顔と幸せいっぱいなNiziU、NiziUの思い出をたくさん作っていきましょうね。2022年もNiziUと一緒にレッツゴー。ということで、可愛すぎるやん。これフリーなんだね、完全に。近い。かわいい。超かわいいやん。めちゃめちゃ好き。てか、まこちゃんのロングいいね。ほんとに。めちゃめちゃいいわ。いや、最高。この服かわいかったですよね。てか、この巻き方も好き。超美術いい。いや、まこちゃんマジで見るたびに美しくなってくんだよね。かわいい。早速一人目からめちゃめちゃ可愛い感じになってるんですけど、次がこれ年齢中のね、リオちゃん行こうと思います。いや、いいね、いいね、いいね、可愛いもん。これコメントは一緒ですね。はい、可愛い。好きなんだけど本当に。可愛い、めっちゃ可愛い。あ、これ最後までないんだ。じゃあ最後の最後まで見たいわ、どういうポーズか。めっちゃ可愛い。てか明日私この子と喋る。無理。本当に緊張する。この笑顔が可愛い。もうリオちゃんってここにクイッて線が入る笑い方がもうめちゃめちゃ可愛いですよね。次、まやちゃん。いや、好き。マジで可愛い。マジで好き。可愛すぎるんだけど。この衣装めっちゃ可愛くない？こっちがさ、ちょっと開いてて、こっちがスーツみたいな。何これ、本当に。どうやって、もう特注ですよね、完全に。もう完璧すぎる。これ特注じゃないんですか、この衣装。え、かわいい。はぁ、かわいい。このさ、3分割にされるのもいいんだけど、むしろ全身見たいレベルで、超かわいいです。超かわいい。ハーフアンプ好き。リクちゃん行こうと思います。かわいい。早速この待ち方かわいすぎん？かわいい。かわいい。この、リクちゃん偉いわ。ちゃんとこの上っぽい感じにしてくれてる。見えるところに。こんなんすぐ出てこないですよ。近いって、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。どうしよう。ここめっちゃかわいい。めっちゃ可愛いわ。もう可愛いしか言えないわ。いやー、マジで楽しみ明日が。もうワクワクしてきちゃった。次、あやかちゃん。めっちゃ可愛い。ハート潰すやつね。ハートじゃない、丸を潰してハートにするやつね。いやね、これね、韓国女優スタイルなんですけど、なんかこれほんと難しいと思ったのが、前髪こうやってビッて分けてるんだけど、ここだけちょっと垂らす、この難しいハイレベルな。めっちゃ可愛い。てか美しすぎ。いや、美女やな、本当に。本当可愛いんだけど、どうしよう。この怒った顔みたいなのもいいね。あやかちゃんね、マジでね、可愛いんだけど、どん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 大人っぽくなっていくんだよね。黒いいですね。やっぱ白も似合うんだけど、黒も超似合うと思う。次、まゆかちゃん。この髪型可愛いよね、このリボンみたいなやつ。これ絶対、これ考えてんのかな、もともと。もうアイドルだね。もうアイドルであり、アーティストであり、完璧。もう本当に、この世の完璧を集めたって感じ。
いや美でしょ。なんかまゆかちゃんって私紫の髪があんなに似合いすぎてるから、次どういう髪するんだろうなと思ったけど、もう何でも可愛いのね。何でも可愛い。可愛すぎやんこれ。いや素敵。次リマちゃん、あ可愛い。リマちゃんのこの髪型私めっちゃ好きなんですけど、どうでしょうか。リマちゃんもここちょっと垂れててめっちゃ好き。この髪型似合うね。リマちゃんは私思いっきり華やかな服装が超似合うと思う。やっぱり顔もねめちゃくちゃね、もうお上品だし、もうすごいんで、もう輪郭も綺麗だし顔も可愛いしさ、いやもう全部のポージングが完璧なんよな。いやー好き。次ミーちゃん、これめっちゃ可愛いよね。この服本当にミーちゃんのために用意された服って感じだもんね。いやお団子も可愛いけど、これで下ろしてるのも見たいわ。可愛い。2022年やってくれてる。可愛すぎる。ちゃんとそういうのもやってくれるんだ。もうね目がこぼれ落ちそうなぐらい。みんなでこれやろう。みんなでもう可愛い。最後ニナちゃん、いやニナちゃんのツインテールはマジでね、みんなね爆上げですよ。可愛いってか私ツインテール好きかもしれない。めちゃめちゃ似合ってるんだけど、え、なんかポニーテールとかより私ニナちゃんツインテールが好きかも。いや完璧だわ。いや可愛い、超可愛い。いや素敵だわ。本当に20って全員まとめて最高だわ。かわいいパサ、はい、というわけでですね、もうみんなまとめてめちゃめちゃ可愛かったわけなんですけど、いやー紅白の記憶がねちょっと蘇ってきましたね。あーなんか今年も20で収めたなみたいな感じの気持ちになりました。それぐらい本当に20とね毎日過ごしてたんだなって思うし、20っていろんな人のことね本当に支えてるんだなって改めて思いました。私も本当にめちゃくちゃ20に支えられてるし、20見てるとついに焼けちゃうし、まあ明日に関してはめっちゃ緊張してるからちょっとここら辺引きつってるんですけど、20とのこれからがさらに楽しみになりました。ということでですね、皆さんの今回のこのテイクアピクチャーの TikTok の感想をたくさんコメントに書いていただきたいなと思います。そして今日の夜ね、もしかしたら YouTube ライブやろうかなって思ってて、ちょっと明日がねめちゃくちゃ不安なんですよ。ちょっと緊張してきて、ちょっとノートに多少まとめたんですけど、まだまとめきれてないことがあって、どうしようかなってまた悩んでるところがあるんで、ちょっと相談のね YouTube ライブしようかなと思ってて、ただその後にねあっちゃんが10時ぐらいから YouTube ライブするみたいな感じで言ってたんで、それよりは早くもちろん始めたいなと思ってて、まあ8時台とかに始めれたらいいなっていう風に思ってるんで、ちょっとね遊びに来ていただけたら嬉しいですし、チャンネル登録をしていただいて通知マークがあるので、それを押していただければね YouTube ライブが始まる時に通知が来ると思いますので、ちょっとよろしくお願いします。そんな感じでこれからも20の情報とかねたくさんもちろん取り上げていくので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。